オクテッドチャンネル。こんにちは、オクテッドメンズファッションチャンネルの林です。僕のチャンネルは自分の気に入ったアイテムやブランド、コーディネートのアドバイスをするチャンネルとなっております。今日もよろしくお願いします。今日はですね、40代50代の、まあ、おじさんですね。特にこうビジネスシーンでおすすめしたいジャケットということで、チルコロをね、ご紹介させていただこうというふうに思っています。よろしくお願いします。まあ、チルコロっていうのはね、まあ、僕たちのね、YouTube を見てる方だと、よく名前を聞くブランドじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、今日ね、チルコロをご紹介するにあたってですね、先日、チルコロのね、オーナーデザイナーでもある、ジェナーロさんが、ここのね、オクテッドに、ご来店いただきまして、皆さんにね、ちょっとだけメッセージをいただいたので、それをね、ちょっと見ていただきたいなって思うんですけれども、こんな感じですね。Ciao a tutti, sono Gennaro D'Argenio, fondatore e anima creativa del brand Circolo, un prodotto senza tempo, easy e per tutti, valido per tutte. Ciao a tutti, sono Gennaro D'Argenio, fondatore e anima creativa del brand Circolo, un prodotto senza tempo, comodo, confortevole e per ogni età.Volevo ringraziare tutti i consumatori che ci danno fiducia e che credono ancora in noi. Grazie, arigato, ciao a tutti. ということでですね、ちょっと短いメッセージだったんですけれども、チルコロというジャケットがですね、こう普遍のものであるっていうことをね、強くお話しされていたんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、今のね、日本にこうちょっとね、イージーなジャケット、カジュアルなジャケットを流行らせたブランドっていうのが、僕はチルコロじゃないかなっていうふうに思っています。今ね、着ているのはチルコロのジャケットなんですけれども、こちらはね、ストレッチの効いた、ちょっとね、薄手の素材になるんですけれども、最初にね、日本に入ってきた時は、本当にね、スウェット生地の裏毛になったようなジャケットで、創業年は2009年、10年ぐらいなんですけれども、日本国内にはね、2005、6年にこう一気に入ってきまして、その時にやっぱりトレンドになったのは、スウェット生地のジャケットということで、まあ、以前ね、例えばジーゼルのジョグゼニンだとか、こうスウェット生地ですごく伸びてデニムみたいなんだけど履きやすいみたいなね、そういうこうトレンドがあったと思うんですけど、それとほぼ同じような感じで、ジャケット生地ですごく着やすくてカジュアルなんだけど、形がテーラードジャケットなので、すごくこうリラックスして着れるみたいなね、そういうこうトレンドを日本のファッション界に持ち込んだブランドが、僕はね、チルコロじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、それを見て、まあ、他のね、イタリアのブランドもテーラードのブランドなんだけど、ちょっとカジュアル寄りのね、アイテムが出てきたりとか、そういうね、ジャケットをカジュアルに着て、さらにこうかっこよく見せるみたいなのが、僕はね、トピックのあるブランドだったんじゃないかなっていうふうに思っています。それがね、今もこう脈々と流れてまして、今はスウェット生地のジャケットっていうのは、まあ、ほぼなくなったんですけれども、この後ね、ちょっと着替えさせてもらうんですけれども、カノコ生地だったり、ちょっとね、カジュアルの素材を使ったジャケットっていうのは、まだまだこう人気があるアイテムの一つとなっておりますので、そういったね、着こなしもすごくいいなと思いますし、最初はチルコロさんもスウェットのジャケット単体だったんですけど、今はこうセットアップでスーツに見せたりとか、今も着てますけど、インナーのカットソーを出したりとか、まあパーカーだったり、こうね、トータルでファッションをクリエイトするっていうことで、徐々にね、こう発展してきて、こう今につながってるんじゃないかなっていうふうに思っています。なので、こういったね、カットソーとジャケット、またね、冬場だったらニットとジャケット、ノータイのシャツとジャケットみたいなね、と短じ、スマートカジュアルって言われるようなスタイルには、僕はね、チルコロのジャケットは本当にぴったりじゃないかなっていうふうに思っています。こういったね、濃色であれば、かなりね、ドレッシーにも見えますので、こういった着こなしもね、いいんじゃないかなっていうふうに思いますが、カジュアルのシーンで、ちょっとおしゃれしたいとき、もう本当にね、ビジネスじゃなくて、ちょっと、パーティーだったり、ちょっと華やかな場に行くときに着る、そういったね、ジャケットでも、チルコロにはね、花があるんじゃないかなっていうふうに思います。ちょっとね、着替えてお話ししたいなっていうふうに思います。こんな感じですね。
先ほどね、ちょっと濃色のジャケットだったんですけど、こういったね、白っぽいジャケットって、なかなか実際はね、選びにくいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、こういったね、ちょっとカノコ素材でカジュアルな感じだと意外にね、さらっと着こなすことができるんじゃないかなっていうふうに思いますし、どうしてもね、テーラードの白のジャケットっていうと決まりすぎてしまうね、イメージもあるんですけれども、これぐらいの感じだったら、なんか T シャツで、まあちょっとね、パーティーシーンだったらなんかチーフかなんか入れていただいて、デニムと合わせて着ていただくと、ちょっとね、カジュアルなイメージで、さらにちょっとドレッシーで、パーティーシーンでも問題がないと。で、まあ靴はできればレザーのシューズを合わせていただくと、よりね、エレガントに見せることができるんじゃないかなっていうふうに思うので、こんな感じの着こなしも僕はね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。これが、こう、チルコロのちょっとカジュアルだけど、ドレスに寄ってるみたいなね。だからこそできるテイストじゃないかなっていうふうに思いますし、これがね、まあもちろん他のテーラードのジャケットが強いブランドっていうのもあるんですけれども、ここまで色が浅い色になってしまうと、ちょっとね、エレガントに振りすぎてしまうので、結構ね、着こなし難しいなって思ったりすると思うんですけれども、こういった感じだとね、合わせも非常に楽ですし、まあ夏ね、白だとやっぱ爽やかに見えますし、結婚式の二次会とかね、ちょうど今からの季節、こういう感じの、まあパンツはもちろんね、血のパンでもいいですし、本当に黒のパンツでもいいし、いろんな着こなしのバリエーションができると思いますけれども、白のジャケットを着る、ちょっとハードル高いなと思うかもしれないですけども、まあこういうね、チルコロの感じだったらいけるんじゃないかなっていうふうに思いますし、このチルコロのブランドの良さの一つに、こういったね、ちょっと派手というよりは、ちょっとね、花のあるジャケットも、まあ自分もね、そうなんですけど、普通のおじさんが着てもそんなに決まりすぎないっていうところがね、僕はすごく魅力的な一面があるんじゃないかなっていうふうに思います。まあこんな感じでね、チルコロはまあこの春夏はねちょっと売れてしまってないんですけど、まあ自分がよく着ている柄物とか、そういったニット風のプリントのジャケットとかも出てきてますし、本当に幅広くチルコロのブランドではね、紹介することができるんじゃないかなっていうふうに思います。冬だとね、今はね、半袖の T シャツなんですけど、冬だと長袖のモックネックだったり、タートルネックだったり、それもね、すごく人気のあるアイテムなので、エレガントなんだけど、ちょっとカジュアルみたいな、そのゾーンのブランドとしてすごくね、僕はすごく好きなブランドなので、で、まあもう一つね、わざわざね、ジェナロさんが名古屋に降りて、お店まで来て、声をかけてくれたっていうのね、すごく嬉しい瞬間だったので、まあうちのお店が名古屋駅から近いっていうのね、あるかもしれないですけれども、まあそれでもわざわざね、来ていただいて、ちょっとね、お話しさせていただくことができたので、すごく良かったなっていうふうに思いますし、まあすごくイタリア人っぽいなって思うのは、やっぱね、イタリアって、まあファミリービジネスとか、こうファミリー血のつながりとかね、そういうのをよく聞くんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、ジェナーロさんもね、息子さんと一緒にお見えになっていたので、それもね、またちょっとお話しすることができたので、すごく良い時間だったなっていうふうに、まあそんなね、こう散る頃なので、またこれからね、この代で途絶えることなくね、脈々とまた歴史を刻んでいっていただけると思いますので、もしお持ちじゃない方はね、この散る頃のジャケットの良さをね、着て体感してもらえればと思いますし、まあ本当にね、こういう無地のアイテムだったら、まあ来年もね、多分再来年も使うことができると思いますので、ぜひね、一度挑戦して、まあクールビズでジャケットが全くないとね、どうしてもね、おじさんだとちょっとだらしなく見えてしまうこともあるかもしれないので、こういったね、ジャケット1枚羽織ってもらうだけで、コーディネートもね、かなり綺麗になりますので、ぜひ挑戦していただければと思います。ということでですね、僕たちのチャンネルは毎日8時に更新しておりますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメント欄にね、コメントとか、LINE にね、メッセージとかいただけたらすごく嬉しいので、ぜひそちらも概要欄からね、見たりコメントしていただいたら嬉しいです。ではまた、バイバイ。